今回は、リラックスのレッスンという本を読みましたので紹介させていただきます。はじめに、レッスン1、体をリラックスさせる。体をほぐせば精神もほぐれる。体をほぐすためのアプローチ1、体の重心を下げる。2、深呼吸する。3、角の緊張をとる。緊張には癖がある。緊張する部分をほぐすレッスン。A、関節周りをほぐす。2、 肩と背中をほぐす。C、脱力する。D、その他の部分のほぐし。体をほぐすいろいろな方法。レッスン2、与えられた状況に集中する。精神をリラックスさせる。精神的アプローチ、自意識、この厄介なもの。リラックスしてと言われてもリラックスできない理由。自意識はなくならない。どうしたら自意識は味方になるのか 四つの与えられた状況に集中する。与えられた状況に集中すると、なぜ自意識から自由になれるのか。与えられた状況を五感で感じてみよう。与えられた状況にうまく集中できないとき。焦らないで繰り返す。緊張したきっかけは何心が動くこと。リラックスさく目的ではない。 与えられた状況が面白くなかったり見つからないとき。レッスン3。今ある状況に集中する。精神をリラックスさせる。人前について。今ある状況を味方につける。場所と久しくなる。人と久しくなる。待ってる間に何をする観察するとスピーチはうまくなる。社交不安障害。レッスン4。目的と障害を意識する。 精神をリラックスさせる。目的と障害。与えられた状況をイメージできる場合。具体的であること。与えられた状況がないとき。場数について。日本人として。集中の輪。まとめ。最後に。はい。以上になりますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。